2022サウルチェリース2022スプラッシュ、そして踊るシーンの皆さんです。お願いします。私のせいです。すみません。それでは自己紹介したいと思います。はい、ももです。わこです。あいです。3人合わせてスプラッシュです。よろしくお願いします。はい、早速私たちのオリジナルソングファイトファイトファイトを聴いていただきたいと思います。それでは聴いてください。ファイトファイトファイト。今回の選手入場の際に皆さん
こちらのパネルの紫に染めろって書いてある方を掲げてほしくてですね、はい、こちらにも説明が書いてあるんですけど、はい、スタジアムを紫に染めるため選手入場時はエンブレムの面を選手に向けて掲げてくださいと書いてあります、はい、皆さんの協力のおかげでスタジアムが紫に染まりますので皆さんみんなで掲げましょう。皆さんぜひぜひお願いします。お願いします。はい、それでは次の曲に行きたいと思うのですが、今回も私たちの後輩あ、はい、私たちのスクールの後輩ちゃんたちが来てくれています、はい、それでは呼んでみましょう。せーの、おどしーのみんな。はい、先ほどのね、もうリハーサルから、もうね、ぶっ飛ばしてくれたんですけれども、もう皆さん楽しみにしてくださってる方が、はい、とても多いと思うので、皆さんぜひぜひ。はい、それでは自己紹介してもらいましょう。はい、中学2年生、西村詩縁です。はい、詩縁ちゃん。詩縁ちゃんです。小学6年生、健城聖奈です。聖奈ちゃん。小学6年生、戸田奈美です。奈美ちゃん。ちゃん中学2年生、八島ゆきなです。ゆきなちゃん。はい、あの真ん中にいる2人、聖奈ちゃんと奈美ちゃんなんですけど、もう小6とは思えないぐらい の、うん、あのさっきの、ね、リハーサルの時もそうだったんですけど、ね、すごいね、パワフルで、しかもね、かっこいいしね、かわいいのにかっこいいというギャップがすごい、ね、そして隣にいるしえんちゃんとゆきなちゃんは中学2年生と思えないぐらいのもうパワフルですごく、ね、キレッキレのダンスが見れると思うので、はい、素敵な歌声とキレッキレのダンスに注目して聴いてください、はい、じゃあそれではバトンタッチお願いします。お願いします。スタート。ハバナナゲイモうわっうわっ
それでは踊シーンの皆さんにもう一度大きな拍手をお願いします。この機会にぜひ覚えてください。はい、それでは早速次の曲に行きます。はい、次の曲はサンテ体操します。今日はね、せっかくだから小田市のみんなも一緒に踊ってもらおうと思います。はい、試合前しっかり体を動かしてぶち熱く今日も応援しましょう。はい、もう皆さんレクチャーなしでももう大丈夫になりましたか？大丈夫な人手挙げて。おー、いっぱいいらっしゃる、ありがとうございます。しっかりね、隣のお客さんとね、しっかり距離をとって一緒に踊ってください。それでは準備 OK ですか？はい、ありがとうございます。それではミュージックスタート。今回は1番からです。せーの、膝肩バンザイ、3で1回2回、膝肩バンザイ、3で1回2回、膝肩バンザイ、前に顔をスタート。左足出して右左手でグッと手を右に上げて右左ジャンプを3回、せーの、ジャンプジャンプ、手を右で4回叩いたらサビ、一緒に1、2、3、4、膝肩バンザイ、3で1回、2回、膝肩バンザイ、3で1回、2回、膝肩広島、はい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 、見せつけてやれ紫の誇り、進め突き進め俺たち広島、はいはい、ラスト、見せつけてやれ紫の誇り、進め突き進め俺たち広島。荷物を持ってスタジアムへレッツサフレッチ。ありがとうございました。ありがとうございました。スプラッシュとオドシーンでした。バイバイ。バイバイ。しっかり水分とってくださいね。それでは試合は14時キックオフです。はい、ありがとうございました。スプラッシュそしてオドシーンの皆さんに今一度大きな拍手をお送りください。